はい、万次郎です。CP プラスね、終わりましたね。まあ今年もね、私は行かなかったんですけども、まあ大体ね、やはりミラーレスの新型機がね、話題をさらっていましたね。まあ時代はミラーレスということなんでしょうね。まあそういうことでね、これからね、カメラメーカー各社、まあ、どんな戦略でね、打って出てくるのか、まあ、大体ね、予想がつきそうな雰囲気になってきました。まあそういうこともあってね、少しそんなお話をしたいと思っています。マップカメラのね、2月度の新品のカメラね、その販売ランキングが出てますので、ちょっとね、見ていきたいと思うんですけども、やはりね、1位はソニーのね、α7 III ですよね。2位にね、キヤノンの IXI200 っていうね、コンデジが入ってるんですけども、これはね、なんか噂によるとね、この IXI200 っていう、カメラは CMOS センサーではなくてね、 CCD センサーを積んでるらしいですよね。まあその数少ないね、 CCD センサーのね、カメラを買っておこうというね、まあどこかでそんな盛り上がりがあったんじゃないでしょうかね。3位はソニーの α6400 ね。すごいですよね。もうすでに3位に入ってきてるというね。同率3位でね、富士フィルムの XT3 が入ってますね。コストパフォーマンスに優れてね、ほぼジョイキスとね、同じ機能を持っていて、まあ、小さくて軽いとね、そんな感じのカメラでね、たくさん売りたいということなんでしょうね。5位にはニコンの Z6 ね。やはり Z7 よりね、安い分だけ Z6 の方がこう売れるみたいですね。いい機械ですからね。この Z6 っていうのはね、私もね、以前、まあ、コメントをしましたように、非常にね、丁寧に作られていて好感の持てる、カメラですね。6位に EOS R ですね。まあキヤノンね、自力がありますので、かなり売り込んでるんじゃないですかね。7位がオリンパスの OMD EM1X ね。これも私ね、動画作りましたけども、素晴らしいカメラですよね。ちらほらとね、レビュー動画がね、YouTube には上がってますけども、まあ高いですからね、たくさんの方がね、上げてはないんですけども、すごいですよねこのカメラね。まあ、表現力をね、相当アップできるカメラということにつきますよね。手ブレ補正がね 7.5 段っていうとね、手持ちの、写真でね、異次元のものが撮れるということになってくると思うんですよね。まあ、ソニーもすごいですけどね、私はこのオリンパスの、光源っていうのはすごいなと思いますね。8位の方はね、パナソニックのルミックス DC G9 Pro ですね。これはかなりね、価格が下がってるんですよね。ですから、まあその分ね、買いやすくなったということでね、たくさんの方がね、買われてますよね。まあいい機械なんですけどね、やはりあのマイクロフォーサーズで、まあ、値段が高いとね、なかなか売れないんですけど、安ければね、買う方多いですよね。9位にね、ソニーの α7R3 が入ってますね。ソニーは3機種入れてますね。すごいですね。まあ、今年も強いなという感じです。で10位に、オリンパスね、EM1M2 が、入っています。注目すべき点としてはね、一眼レフ機がね、1台も入らなかったということですよね。
カメラ全体でね、こう量販店も含めての、販売ランキングだとね、まだまだその EOS シリーズとかね、ニコンの5000シリーズですかね、エントリー機がね、売れてるんですけども、まあ、こういうマニアックなね、層ね、マップカメラというとね、やっぱりマニアックな方が買われるね、ところですから、トレンドのね、先取りとしてはまあこちらの方がね、いいかなとそう思います。まあそれでね、メーカー各社のね方向性をね少し探ってみたいと思うんですけども、まずキヤノンね、ここのところね、噂では一眼レフのフラッグシップね EOS1DX Mark III をね、来年にリリースっていうんですよね。来年ちょっと遅いかなっていう感じはするんですけどね、やはりあの EOS R、シリーズにね、こう設計資源を集中してるんじゃないですかね。で EOS R のね、まあ次期フラッグシップにはね、ボディ内手ブレ補正とかね、驚くべきところとしてはね、7000万画素超のね高画素センサーを積んでくるということなんですよね。まあそれとレンズのねそのこう設計相当こう早い、急ピッチでねあのやってるみたいですね。さすがマキアのね、トップメーカーだけあってすごいですよね。まあキヤノンのねコメントとしてはね、まあ R マウントには APS-C 機は作らないと、 EOS M マウントをね、こうまだ継続していきますよということみたいですね。それからニコンですね。ニコンも一眼レフねフラッグシップを、D6 ですかね、これを出すみたいですね。まあこれがね、いつになるかっていうのは分かんないんですけども、なんかキヤノンより早そうだなっていう感じはしますよね。それから噂としてはね Z マウントの廉価版ミラーレスカメラね、もしかしたら APS-C 機かもということでね、噂が出ています。少しね、ニコンの方が、まあ、開発遅れてるかなという雰囲気ですからね、この辺の中級機をね充実させてほしいですよね。Z シリーズの方はね、ファームアップも、まあ、予定されてるみたいですしね、やっぱりレンズを早くこう充実させたいというねそういう雰囲気があります。そしてねソニーですよね。α6400 を出してね、まあ先行する AF 技術をね、まあ、これでもかってアピールしてきますよね。 YouTube の広告にもね相当いっぱいねソニーの、CM が出てきますからね。α シリーズのファームアップっていうのがね、こう α6400 と同じようなね AF、機能に上げるためのねファームアップ、これがね α7 シリーズを持っておられる方の間で盛り上がってますよね。なかなかいいですよね。それとねソニーといえばね α7S3 とかね、それから APS-C 機のねフラッグシップ α7000 とかね、まあ、そういった噂も何回も出てるんですけどね、まだこれはね、確定的なものはないですね。まあ、早く出してほしいですけど、まあ、今年中にはね何らかの形で出てくるんじゃないかなと思ってるんですけどね、期待は高まるばかりです。オリンパスですね。 EM1X がね、まあ、素晴らしいカメラなんですけどね、
まあ高いですからね、値段がね相当張りますから、まあこの機能までいかなくてもね、回帰種に、同じようなね、高速 AF とかね、まあ得意のね、ボディ内手ブレ補正をねたくさん積んでほしいなと、ペン F ね、このモデルチェンジにね私は期待してるんですけどね、噂にもないですよね、出してくれないかなと。あのねデザインは本当にかっこいいですよね。オールドレンズもね本当につけやすいんですよね。はい、それから富士フィルムですね。まあここはね、独自な APS-C 路線でね、行っています。今回の CP プラスにもね XT30 っていうね、非常にコストパフォーマンスの優れたね、質感のいいカメラを出していましたよね。まあ期待されるところといえばね X Pro 3っていうのがねまだ、これからなんですよね。あれはまあこうレンジファインダーのね、形をしていますから、どうなのかなとね、あの路線継続するのかなという、まあ、注目したいところなんですよね。まあ高級路線としてはねもう FGX っていうのがねありますので、まあこれがだいぶね、システム化してきてますよね。富士フィルムのね、まあ色が、すごくこう、鮮明ですよね。写真好きなら富士フィルムのカメラかなとそんな感じですよね。まあパナソニックですよね。まあ S1R のね、発売を控えて、なんかちょっとしたねニュース入ってきてますよね。コンシューマー向けのね、カメラを全部ライカブランドにね移行してしまうという噂なんですけどね。まあブランドとしてはねルミックスっていうのはちょっと弱いですよね。高いねカメラを売るためにはやっぱりライカブランドの方がいいのかなという、そういう、思惑もあるんじゃないですかね。それからペンタックスがね面白いですよね。ここへ来てね、新型ミラーレス APS-C 機市場にね再参入するみたいなことを言っていますよね。しかも高級機から開発してくるみたいですね。ペンタックスはね、ボディ内手ブレ補正の技術を持ってますしね、いろんな特色のあるねその星を取るね、その機能なんかも充実していますから、まあぜひ頑張ってほしいですよね。やはりあのレフ機でね引っ張るっていうのはもうこの時代難しいような気がします。まあそれでもちょっと時間かかるのかな、まあ、必死にやってるとは思うんですけどね、夏ぐらいに出してくれませんかね。まあこのね、ミラーレス時代へね これだけ、まあ、急激にね変化進んでくるとね、レンズ専業メーカーもね、まあ、続々と、まあ、ミラーレス機にね、対応する、レンズを作ってくるんじゃないかなと思っています。中華製メーカーですらねたくさん作ってますからね。まあ、ミラーレスっていうのはねマウントアダプターが付けやすいですからね、まあ、いろんなねあの変換マウントがねできるんですよね。まあそのまあこれからはねマウントを選ばない、そういう時代になってくるのかなとそんな予感もしますね。特にね面白かったのはね Z マウントにねソニーの E マウントレンズをつける極薄のねアダプターもね中華メーカーから発表されてましたよね。2ミリの、中で作っちゃうってすごいですよね。まあそのキャノンのね、レンズだって、全部
付けられるようなねマウントアダプターがね、まあ時間の問題で出来上がってくるんじゃないですかね。まあ、カメラ業界全体で言えばね、まあスマホのね、もう拡大でね、小さいカメラなかなか売れないですよね。まあ、どのメーカーも高級路線にね、照準を当てて、まあ、売り上げを作っていこうということなんだろうと思いますけどね。まあね、その市場が縮まっていくときにね、高いものが売れるかなという、一抹の不安ありますけどね。まあその中でね、やはりキヤノンはね、考えているなと、やはりね、少し安くね、売る方法を、十分に考慮してね、開発を進めているかなとね、そんな感じですね。まあ今年ね、大体、まあ勝ち負けが決まるんじゃないですかね。まあこの調子でいけばね、やはりソニーが、トップを取るようなね、気がします。まあただそのキヤノンニコンがね、どのぐらい、踏ん張るかっていうのも、見どころですし、オリンパスなんかのね、独自性ね、富士もそうなんですけども、伏兵にねペンタックスなんかがドーンと出てきたりしてね、もしかしたら驚かされるかもしれませんよね。まあ楽しみです。はい、まあこんなところですけども、この動画がね良かったと思われる方はグッドマークを、まあ、そしてね登録の方ぜひよろしくお願いします。万次郎でした。